はい、酒好きな、新潟人の飲酒動画、始めていきたいと思います。まだまだ夜はちょっと寒いですけどね。まだ暖房が、ストーブが手放せない。まあでも日中はだいぶ、日が出て暖かいんですけど。はい、またね、今回は、またシードルという。多分これで終わりです。シードルはね、シードル無双は多分終わりなんですけど。今回はシードルのロゼ。シードルロゼ。アルコール度数 3% のリンゴ 100% スパークリングワインとなっております。糖分、香料、着色料一切加えないリンゴ 100% のスパークリングワインです。ロゼ色はリンゴ由来の天然色ですので、高温や光に弱く退色することがありますが、品質に問題ありませんって。原材料がリンゴとリンゴ酸と酸化防止剤。まあ、ロゼワインは俺ほぼ飲んだことない。多分、一回も飲んだことないな。普通のワインでも。何が美味しいんだ？なんか違うのかな？色が違うだけなのかな？俺白ワインと赤ワインは飲んだことあるんだけど、やっぱ若干、白よかは味が濃厚というか、まあ濃厚なのか濃厚っていうか、濃いんですかね。コクがあるの？乾杯。ちょっと香りが。ちょっと香りがあれなのかな。リンゴの香りがよく出てるね。やっぱ皮使ってっから、それだけちょっと香りが増したんじゃない？皮の香りと、ちょっと渋みみたいなのも感じられるけど。で、程よく甘い。スイートより若干甘くないかなーってぐらい。これ普通に美味しいですね。これ美味しい。なんか、ちょっと酸味じゃない、えぐみみたいなのがある。ちょっと、えぐみ？酸味？えぐみ？やっぱちょっと、皮使ってっから若干あれなんだろうな。リンゴを砕き、リンゴ本来の香りを十分に引き出して絞られた香り高い生ジュースに1000種類近くの酵母からえりすぐりな、酵母を加え4度から8度の低温で3週間ほど発酵。その時、果汁の糖分が酵母の働きによってアルコールと炭酸ガスに変わっていきます。発酵が終了したら酵母を除去。瓶詰めまで2回ろ過しますが、リンゴの風味を生かすため、熱を一切加えない非加熱ろ過を使用しています。ほう。これ季節限定みたいですね。どうやら。ただし、北海道は通年販売らしい。シードル。
これ普通に美味しいの。これ普通に美味しいわ。なんか、シードルのスイートに比べると、ちょこっとこう、ちょこっとちょこ、待てよ。いや、リンゴ感がなんかアップしてる、いろんな意味で。リンゴをこう、かじった時の香りと、ちょっと皮の渋みみたいなのも、ちょっと追加されてるような、そんな味が非常にするんだけど。うん。これ美味しいですね。シードルの中で多分、前飲んだ2014年の新酒よか、多分美味しい。うん。多分ね。うん。多分。結構飲んだな。うん。アサヒスーパードライスペシャルパッケージ。まあ中身変わんねえからな。これはちょっといらないけど、まあ、花見をするにはまあ、もってこいなのか。まあ、西田って花見まで少なくとも、あと1ヶ月はあるだろう。東京とかでもまだ花見まで1ヶ月あるんじゃないか。まあもう当然のごとく、ねえ、沖縄ではもう春ってかもう咲いてると思うけど。沖縄あったかいからな。あれはもう沖縄ほとんど海外レベルだからな。ほぼ沖縄なんてもう海外だよ、あれは。あれは。もう多分桜咲いてるからね。だってさ、俺らがさ、寒いとかってさ、言ってるんさ、中さ、あれ、沖縄とかさ、15度とかあるからね。寒いとかって0度とかの状況の真冬の状態で、あっちも15度とかだもん。は?って。は?何それ?って言うレベル。は ?15 度?はい、って感じ。なんじゃそれって。
うん。これ美味しかった。まあ、シードルはちょっとアルコール度数が低いっていうのが、ちょっと残念だけどね。うん。ちょっとコクがあったかな。まあ甘みもまあ普通にあって、香りが、まああって。うん。4444でーす。ご視聴ありがとうございました。